緊急通報、警察110番です。事件ですか、事故ですか。はい、ありがとうございました。緊張しました、久しぶりに。そうですね、本当にこう日々自分の知らないところでこういう業務が行われているということは本当にいい経験にさせてもらいましたし、この経験をチームに生かしたいかなと思います。ただいまから令和5年110番の日における1日通信指令課長の委嘱式を行います。それでは吉本赤文さんに1日通信指令課長の委嘱式を行います。通信指令課長に委嘱します。令和5年1月10日通信指令課長、皆さんおはようございます。その一件一件を適切に全力を持って対応している、いわば業種は異なりますが双方ともが業務に対し全力で取り組んでいるということです。緊急通報、警察110番です。事件ですか、事故ですか。車と自転車の事故ですか。あなたのお名前、お年、怪我の状況を教えてください。ショートメールで URL をお送りしますのでスピーカーにして待っていただき、引き続き県民の安全安心を守るため職務に専念していただきたいと思います。昨年はその3割ほどいたずら電話だったり問い合わせで、間違った電話がかかってきたっていうことを聞いてはいますけれども、この場をお借りしてしっかりとしたその緊急事故に当たった電話をしてもらいたいなと思います。110番適切に使いましょう。高知ユナイテッドスポーツクラブの吉本貴文です。110番は県民の安全を守るホットラインです。これからも110番の適正な利用に向けて皆様の協力をお願いします。